光栄なあれ席を設けてもらってありがとうございます。ブルーノートという題名でこうやってやらせてもらいましたけども、やっぱりね、こうやって皆さんと、なんていうかな、同じ接点でこうやって聞くという、この場を持てたってのは本当にありがたいところ、これからも本当によろしくお願いします。